morning, everyone. Welcome back to my channel. こんにちは、みゆきです。今日は4ヶ月前から私が始めた新しい習慣についてお話ししていこうと思います。実はこの習慣を始める前は、帰国したばっかり、アメリカから日本に帰ってきたばっかりで、これからどうし日本帰ってどうしようとか、何しよう、これしたいけど、あれもしたいけどって、そういった考えとか、不安な感情とかがもうぐる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 頭の中を巡ってもう脳内パンクして、こう夜11時とか12時に布団入るけど結局朝の3時とか4時まで寝れないみたいな日が結構あって、でそれがもうすっごい辛かったてかきつかった。そんな私が新しく始めた習慣はモーニングページというもので、そのモーニングページはジュリア・キャメロンさんっていう方の本、ずっとやりたかったことをやりなさいっていう本の中でも紹介されてた本っていうか、それから始まったのかな、そのモーニングページっていうのは。でそのこのモーニングページっていう習慣は結構その海外で成功してる起業家とかクリエイターとかアーティストの人が結構日頃からやってるその習慣で、その何するかっていうと、もうとりあえずその自分の頭の中にあるこう不安要素とかこうアイディアとかもうとりあえず全部その出してしまって、で頭の中をクリアにして、結果的にその普段の生活のプロダクティビティ、その生産性を高めたりクリエイティビティを高めたりする効果があると言われてます。だから別に夜寝れない、その脳内がパンクしそうで夜寝れない人にもおすすめなんだけど、こう何か自分がやりたいことがあるとか、こういう目標があるとか、そういったこうモチベーショナルでこうハイアチーバーな人にもぜひおすすめな習慣です。でモーニングページ、実際にどんなことをやっていくかというと、モーニングページは、意識の流れをありのままに綴った3ページにわたる手書きの文章で、脳の排水とも呼ぶことができて、脳内の中を掃除するのが目的である。でこのモーニングページにはいくつかルールがあるので、ルールを紹介していきたいと思います。ルールその1、書き方にルールはありません。別に完璧な文章じゃなくてもいい、その単語一つでもいい、悲しいとか嬉しいとかお腹空いたとか、あ、お腹空いたは、まあ、文章やけど、それとか私だったら英語と日本語をごっちゃにしてルーお芝みたいな感じの口調でこう書き殴る時もある。で別に誰かに見せるものでもないから、こう漢字のミスとかスペルのミスとかそういうのも全く気にしなくていいです。でルール2が朝にやることで、モーニングページはその理想は朝起きてすぐやるのがいいって言われてるけど、でも結構個人的に思うのが、朝起きてすぐって結構なんか難しい時があるから、私は勝手にちょっとそこはルール変えて午前中までにやれば OK っていうルールに変えてやってます。でなんで朝がいいかっていうと、やっぱり朝がすごい脳が活発な時で、いろんなアイディアとか感情がこうポン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 浮かんでくる。でそれをこう書き全部出すことで、より一層こう脳がクリアになって、脳の中がね、その頭の中がクリアになって、こうなんていうの、計画とか優先順位をつけやすい。ルール3、ノートは読み返さないこと。モーニングページの目的はとりあえず頭の中を全部書き出して自分と向き合うことなので、もちろんこう他人に見せたりするのもない。まあ誰もその人の朝起きてすぐの思考とか見たくないと思うけど。ルール4、なるべく3ページ埋めること。で私は結構朝起きてた日頃からいろんなこと感じてって考えたりするから3ページ結構簡単に埋まるけど、でももちろんそうじゃない人もいると思うので、私が実際にどんなことを書いているか、こう項目を紹介したいと思います。で、基本的に手書きなんだけど、最近私が気づいたのは、こう、すでにいろんな感情とかアイデアが脳の中行き来してるから、こう手書きじゃ追いつかない時があって、で、そういう時はもちろん、ラップトップ、そのパソコンでこうタイプしてっても全然 OK。で、タイプだと手書きより早いから、本当にやりやすい、その流れてくる感情とか、アイデアをキャッチしてで書き出すのがすごい効率的になるから、もしその手書きが時間かかって嫌だとか、こう手が疲れるから嫌みたいな人は、パソコン使ってやってみても OK です。はい、というわけで実際にどんなことをモーニングページに書いていくかというと、一つ目が、まず最初に起きてすぐ今どんな気分か。例えば眠たい、やる気がない、お腹が空いた、ワクワクするとか、
そういった気分や感情を書きます。で、その次にどうしてそんな気分なのか、例えば昨日寝るのが遅かった、やることがたくさんあるとか、そういった感じで、その次が昨日がどんな日だったか、昨日のこうまとめみたいな感じのを書いていきます。例えば仕事が忙しかったとか、友達に会って楽しかったし、こう目標に対するやる気が出たとか。で、その次が今日のやることリストで、これは結構日頃みんながこうやってるようなトゥードゥーリストと同じ感じで、今日のやることを書き出していきます。で、その次にその今日やることに対してどう思うか、例えば今日これしないといけないけど不安だなとか、これが楽しみだとか、そういったことを書いていきます。で、その次に少し先の未来のやること、で、その少し先の未来っていうのは、例えば明日でもいいし、来週でもいいし、例えば来週はこう面接があるのでその準備をしたいとか、そういうのを書き出していきます。で、その次に今度は少し先じゃなくて、もうちょっとこう長期的に見た自分が達成したいこととか目標とかゴールとか、そういうのを書いていきます。で、そのゴールとかを書くついでに、こう目標にしてる人とかと関連付けて書くともっといいです。で、その次に自分自身を励ますための自分へのメッセージ、まあちょっとこれ恥ずかしいかもしれないけど、どうせ誰も見らんし、最終的に頑張らないといけないのは自分なので、自分を励ますことはすごく大事だと思って、自分に向けてこういいメッセージを書いてください。で、一番最後に今日のまとめ、その今日モーニングページで書き出したことをちょっとこうバーッと見返して、で、こう見つけた新しい発見とか、こう気づいたことを書いていきます。で、今紹介したこのモーニングリストのこう各項目みたいなのは、リストにして PDF にしてるので、こうもし何書けばいいか分かんないよって人はダウンロードして、まあ、印刷するなり何でも、PDF はその概要欄に、リンクを貼り付けてあるので、そこから興味がある方はダウンロードしてください。はい、というわけでここまで見てくれてありがとうございました。これからはもっとライフスタイルデザインとか、こうどうやったら自分が持ってるアイデアを形現実にしていくだとか、こうパーソナルディベロップメント、その自分が成長するにはどんなことが必要なのかとか、こうそういったトピックについてもどんどん動画を発信していきたいと思うので、興味のある方はチャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあ次のビデオでお会いしましょう。 Thank you so much for watching this video. I hope you enjoyed it, and I'll see you in the next one. Bye.